Good morning. 今何時頃だろう。起きたのは7時過ぎなんだけどね。いろいろコーヒーを入れたり朝食を作ったりして、もうだいぶ8時過ぎとかになってるんじゃないかなっていう予感がするんだけど、すごく爽やかでいいです。夜は残念ながらキャンピングカーの中に蚊が次々と侵入したみたいで15箇所ぐらい刺されたんですけど、それを除けばすごく快適な生活をしています。今からお味噌汁を飲むよ。朝ごはんのメインディッシュはね、この特製豪華お茶漬けなんです。これは長谷の普通の海苔茶漬けに鮭フレークと、あとね、小ネギを乗せてるの。最高ですよ。わさびもちょっと入ってる。おいしい。ゴミはここに入れるんだって。いいね。なんか中だと匂うかもしんないじゃん。そこは独立してるので大変いいです。さて、この旅のメインイベントその2、その2かな、バーベキューがその2かもしれないから、その3、サウナです。あ、もういる、もう川に浸かってるし。あ、爽やか系。なんかね、素晴らしい施設です。オーナーの方がすごいサウナ好きでフィンランドまで行ったっていう話で、ちょっとものすごい楽しみなんですけど、まずは水風呂は川も入れる、そして水風呂もある。これは井戸水で19度ぐらいって言ってた。川よりは少し冷たいですって言ってたんだよね。あとバレルが2つと、もう一個サウナ棟みたいのがあるんだけど、サウナ棟はちょっと火を入れるのに時間がかかるから、今日はバレルでって言われたんですけど、私はバレル初なんで、それはそれで楽しみ。すごい人気あるらしいよ。この時間取れたのは結構奇跡かも。ついてるついてる。というわけで早速バレルの中にレッツゴーで、二重扉になってんだけど、この内側はまあ暑いんだけどスマホぐらいは大丈夫って言われた。で、このガラスの扉の向こうが薪サウナ。うわー、めちゃめちゃ暑い。うわー、相当暑い。今温度計を見たらね、85になってるけど、もうちょっと暑く感じる。まあ、わかんない、体が多少冷えてたからかもしれないけど、湿度は60ぐらいになってるね。そして川が見える。この作りすごいな。いやー、すーごい暑さ。あー、でも気持ちいい。やっぱりこの環境もいいよね。まずちょっとそこにちょうかな。気が向きがいいんだよね。あー、あー、あ、冷たいけど程よい。激キンキン冷えではない。気持ちいい。何も言えねえ。ああ、めちゃめちゃかわいいね。風呂の方が冷たいけど、でもその流れがあるのが最高。
しい。ここはね、もうまっすぐ立ってる。すごく深い。2時間半あっという間だった。なんか今まで行ったサウナでなんか1、2を争うと思う。極上でした。なんかね、サウナ自体もすごい良かったし、作りもいいし、川もいいし、なんかいいことしかない。今度虫がいない時に来たいな。結構寒い時期でも楽しいのかもしれない。大満足です。遅ればせながら今回のキャンピングカー、大きさはね前回のと多分同じぐらいだと思うんだよね。でちょこちょこ仕様が違うところがあるので、簡単に私の分かる範囲で紹介したいと思います。車のビルダーっていうのはファンルーチェってやつで、イグアズ、これはイグアズ号ってことなのかな、こんな感じになっています。そして、外側で特筆すべきものはここから荷物を入れられる。これはベッドの下の収納になっているんだよね。そして、こっち側も開くんだけど、こんな感じです。荷物がいっぱい詰まっているけど、すごく広いよね、収納が。これ素晴らしいと思う。そしてここから上に登れるんだけど、上はソーラーパネルが貼ってあって充電ができるんですよ。割と充電できてた。そしてここはさっき紹介したと思うけど、ゴミとかを入れておけるところなんだよね。でこれ内側とつながってないから匂いが気にならないという優れもので。そしてここから今外部電源をつないでいる。このぐらいかな。では中を見てみよう。こんにちは。この間のクレアっていうやつと一番大きな違いは、なんていうの、マルチルームがない。多目的ルームって言うと思う。マルチルームがない。マルチルームは多分シャワーとかトイレとかをそこに設置する人もいるっていう感じなんだけど、そこはもう本当にただの空き部屋みたいになってたから、冬だったしコート掛けに使ったんだよね。で夏はコート掛けいらないだろうっていうことで、マルチルームがない分ここが広い。ちょっとね、この間のに比べてラグジュアリー感があるなと思いました。そしてベッドはまずこの運転席の上がダブルベッドぐらいの大きさ、セミダブルかなぐらいの大きさになってて2人寝る。それからこっち側、車の後ろ側も同じくセミダブルぐらいになっててゆったり寝れる。でちなみにこのダイネットのところもテーブルを外してベッドにできるんだけど、使いました今回。なんかちょっと暑かったのと、あと夜中に蚊が侵入してなんか上にいるのが耐えられなくなったからここに寝てみたんだけど、結構快適だったね。それは良かったです。そして今回はなんとエアコンがあるんですね。
上はね、正直言ってあんまりエアコンが効いてるのを感じられなかったけど、下で寝た時はあ、ちゃんと涼しくなってるって思いました。今も涼しくて快適。そしてこの辺がスイッチ類なんだけど、まずは街灯があるんだよね。この辺のこのドアの上ら辺に街灯がつくんだけど、それからメインスイッチがここにあります。メインスイッチをつけたらまず冷蔵庫が使えるの。あと結構電気もいろいろ使える。これもバッテリーなんだけど、最初借りた当初は 40% ぐらいあったんだよね。それで初日は標高が高い道の駅に泊まったので冷房いらず、ほとんど使わず、そしてその次の日に山に登ってる時に、まあ、ソーラーパネルとかで充電されて 10% ぐらい上がってたかな。まあ、今は繋いでるのですごく上がってますけど。で今度こっちなんだけど、このインバータースイッチを押すとサブバッテリーがちゃんとあれば、外部電源をつないでなくてもいろいろ使える。エアコンとかあとレンジとかで、この辺は室内と流し、水道はない。ルーフベントはあ、ファンが回るという仕様になっています。でこれは車のエアコン、車のエアコンの廃炉オフになっています。あと冬場に大活躍してくれたこの FF ヒーターは当然今暑いので必要なかったです。でこのインバーターなんだけど、なんか車によって容量が違ってあんまりいろいろ出力が高いもの、ワット数が高いものが使えないものもあるらしいんだけど、これは1500以上あるって、レンタルの会社の方が説明してくれたので、ドライヤーとかも使える仕様っていうことだよね。収納はね本当にいっぱいある。1、2、そしてそっち側にもあるし、あとはほとんど入れてないけど、調理器具とかはここに入れた。それではそろそろ出発するので、最後に外部電源を外すよ。お世話になりました。完了。じゃあ出発します。レッツゴー。最高だったここ。また季節を変えていきたいです。楽しかったね。そう、結構トウモロコシ畑があるんだよね。2泊3日のキャンピングカー旅行その2だったんだけど、安達太良山はね、とにかく頂上は風がすごくて、今までの私の山旅の中で一番やばい暴風だったんだよね。でもそれでも一瞬だけでもちょっと異世界、他の星みたいな爆裂火口を妹たちに見せられて、まあ、それは大満足で、あとはねその風が強いところも面白かったし、それ以外はめちゃめちゃ快適な山旅だったね。山ウォーキング、山ハイキングだった。
だったのと、あとサウナも最高だった。ちょっとアブにやられたのだけが悔やまれるけど、まあそれは致し方ないっていうことで、私が異常に刺されやすい体質だからっていうのは大きいんだけど、でも虫がいない時期にもう一回行きたいなって思った。ロケーション最高、サウナへのこだわり最高、水風呂と川が両方あるっていう、水風呂も地下水だっていう、なんかね文句のつけようのないサウナですね。あとは今回、キャンピングカー自体は、まあ、やっぱり小さなお家ですごく快適なのと、念願の焚き火バーベキューができた。大満足のことばかりでしたね。キャンピングカー旅の次の週は長野の飯綱のうちの家族の別荘に母と一緒に来ました。今ここです。母が犬を飼ったのでワンちゃんとの旅が初ということで、ちょっと音もしに来たって感じなんだけど、そんな旅が続いています。夏はめちゃめちゃ暑そうだから、これからどうなるかな。とりあえず1回は木曽駒に行きます。8月中に天気が。というわけでまた次の旅でお会いしましょう。バイバーイ。